西安関与国際空港は中華、人民共和国関与市異常区定、長町賃に位置する国際空港。先制省の紹介である西安市の北西部に位置する IATA 空港コードは C、都市コードは深夜、ICAO コードはずるき C、総面積500ヘクタール。1989年に、 中国民港が分割された際は、中国西北航空のハブ空港であったが、2002年秋に中国東方航空に統合され、中国東方航空西北航市となった。また、海南航空も東空港をハブ空港としている。中国西北地区最大の空港で、西部大開発が進むとともに観光客、貨物取扱量が増加した。 計画段階では年間離着陸回数10万回、年間旅客量1000万人、貨物取扱量13万トンを見込む。2004年は年間離着陸回数77,655回、年間旅客量636万2,409人、貨物取扱量7万3,368.8トン。中国航空系列東方航空系列港航空系列、 進化航空系列格安、航空会社西安市中心部から47キロ、関陽市から13キロの距離にある。空港から西安市西谷やや門各オフィスまでリムジンバスが走っている。2011年12月29日の拡張工事完了と同時に高速鉄道の西安北駅とを結ぶ西安地下鉄機上場,場、騎馬線が着工され、二千十九年九月十九日に、 開業した。市内、城壁内にある、西安首労まで、西安地下鉄14号線と西安地下鉄4号線、2号線駅乗り換え、で1時間弱、20元。ありがとうございます。